どうも高井です。速読の真実について話したいんですけど、その知識かけるページめくりのうまさっていうのが速読なんですよ。で、知識っていうのは同じ分野の本を徹底的に読み込んでいって、で、また同じ分野の本を読んで、読んでいく中の 1% 抜き取るには役に立つ技術なんですよね。その新しい景色に出会える確率っていうのもあるじゃないですか。家から会社、家から学校という意味でも、同じ道を毎回毎回見てるともう慣れて飽きてきますよね。最初は感動的だったけど、だけどそうやってもう感動ない道を毎回毎回歩いていって、今日は犬が1匹いた、今日は猫が1匹いたっていう程度だったら、ちょっとしたアハ体験じゃないですか。なんか可愛い動物いたっていうことであれば、速読も似たようなものなんですよ実際。だから実際速読ができるようになればなるほど、その分野の本っていうのは刺激がいらなくなっていくから、正直言って頭にこうビリビリ刺激をいって、まあ、頭を働かせるっていう意味ではあまり役に立たない。そうでなくて、変わった本を読むことによってね、自分の知らない本を読むことによって、まあ、こういう本もそうだけどね、あなた自身の頭って刺激がいくようになるから、そういう意味でも同じ分野の本ばかり読んでても結局あんまり変わんないよっていう意味で撮っています。それでは。